レース江戸川第40回日刊スポーツ杯シリーズ5日目、迎えたカードは第11レースの準優勝戦です。6レースの準優同枠戦は安定板はありませんでしたが、ここは安定板を使用しての競争。ホーム側はやや強めの向かい風、追い潮で水面コンディションも前半とはだいぶ変わっています。対戦メンバーです。1号艇福岡、松田大志郎。2号艇静岡、藤田康弘。3号艇香川、村越敦。4号艇愛知、杉山正樹。5号艇長崎、飯山幸三。6号艇大阪、浦上拓也。以上6選手です。イン戦は1号艇松田大志郎、前半戦はインからトップスタート、押し切ってシリーズ5勝目を挙げています。2コースが2号艇の藤田康弘、3コース3号艇村越敦。前半2着争い競り勝ちました。気力も速攻上げに成功して、江戸川周年覇者が好車ぶり発揮しています。4コース角市、4号艇の杉山正樹、5コース5号艇の飯山幸三、6コースに6号艇浦上拓也と決まります。スタートを10秒切りました。第11レース1つ目の準優勝戦です。進入隊形、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。インから1号艇の増田立ち遅れ、2コースから2号艇の藤田が好スタートを切っています。レースは1周1マークです。2コースからまくっていった2号艇の藤田、まくり差しは3号艇の村越、5号艇の飯山でワークストレッチへと抜け出しています。先頭は3号艇の村越、差がなく2番手2号艇の藤田、3番手が5号艇の飯山、内側から4号艇の杉山が並んでいます。スタートは前提正常でした。1周2マーク、トップで3号艇の村越が前回相当攻めていったのは2号艇の藤田、内側から3番手5号艇の飯山でホームへ取り返しています。先頭を抜け出しました。3号艇の村越敦、時計前リードは4点進です。2番手は2号艇の藤田、その後ろ内側から差がなく5号艇の飯山が並んでいきまして、レースは2周の1マークです。2番手は内側から5号艇の飯山が先取っていく。差し返せるか。2号艇の藤田でバックストレッチです。藤田の差しも届いていまして、2番手は2号艇の藤田が守っています。2点進後方に5号艇の飯山が3番手ですが、差がなく4号艇の杉山、さらには1号艇の松田も並んでいきまして、3番手争いが混戦です。レースは2周の2マーク、3番手は内側から4号艇の杉山が先取っていく。差しハンドルは1号艇の松田、5号艇の飯山でホームへと折り返しています。レースは最終周回です。3番手に上がるか1号艇の松田、その後ろ差がなく5号艇の飯山、アウトコースからは4号艇の杉山で3周の1マークです。最後のバックストレッチへと先頭で3号艇の村越が抜け出しています。そしてもつれていますが、2番手に1号艇の松田が上がるか。内側から4号艇杉山の差しも届いてきていまして、2番手争い、インコース4号艇の杉山、アウトコースに1号艇の松田と競り合っています。差がなく2艇進行方2号艇の藤田が追走していまして、最終コーナーです。激しい2番手争いですが、アウトコース1号艇の松田、内側から4号艇の杉山でホームへ取り返していまして、間もなくゴールを迎えます。先頭3番の村越ゴールイン、1番4番4番1番接戦でゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、ラストで6番ゴールインです。以上第11レース準優勝戦でした。